ワンズのセームサイドのレコーディングに関して、ベーシスに明石さんがクレジットされているのですが、その時のことをお聞きしたいですと。上杉さん、柴崎さんの路線変更についてどう感じておられましたかと、いうことでね。確かに僕、まあ、ベース弾いてるっぽいっすね。その路線変更についてっていうことなんですけどもね。今見ると、だからそうやって路線変更っていう形になるんですけども、まあ確かに、まあこの世界、まあ音楽業界っていうのは、売れる時はちゃんと言うことを聞けと。売れたら好きなことやらせてやるみたいなことは、まあよく言う話なんですけども、大体基本的にはね、売れると、マインドはね、当然変わるんですよ。僕はいい方だと思うんですけども、いい風に変わって、やりたくないことをやるっていうのはやっぱりストレスだし、痛いことやってる。もう、この時期はね、こんなグランジやるのって、もうかっこいいに決まってたんですよ。だから僕も大好きだったし、じゃあ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 、キーっていうやつとか、ああいうのとか、基本僕だってこれ、今聞いてもかっこいいなと思うもん。ね。だから彼、なんか、やめて、ソロとかなんか、アルニコとかやって、てる時も音源アップされてたりするから、まあ結構だから彼は気に入ってたんだと思うんだけどね。僕がアクサって言ってる、なんかこう好きなこととかやりたいことだけをやって、でみんなが好きになってるやつをなんかいっぱいやるみたいな、そういうのってね、結局その僕もそうやってみんなからこうなんか支持していただいた、まあ俗に売れたってやつ、それを体験させていただけたんで気がついてるわけで、まあ最初わかんないわけですよ。ああやれこうやれとかって言われて、なんでこれはとかで、なんでそんなことやんないといけないんだとかって、そんな感じだったから、本当になんかまあ理不尽話っていうのがありましたよね。路線変更としてはそんな意識したことはないんですけども、そのどう感じてたおられましたかというと、ワンズはこっち行くかみたいな感じ。まあ基本的にはだから、そのボーカルの上杉くんってのは、その稲葉くんが好きでやっててるっていう部分っていうのは聞いてたんで、まあ一緒にしちゃいけないなっていう風な、そういう風ななんかプロデュース的な考え方っていうのは当時もあったんで、でそうすると、あ、ビーズはなんか割とそういう メタルではないんだけど、まあハードロックの、純粋ハードロックの路線に行って、で、ワンズがこうやってグランジ路線とかに行くと差別化ができていいかな、みたいなことはすごい思ってました。まあでもさ、ね、その、初期のやつが好きになって、そこからだんだんね、ロックになったら、あ、これはなんか違うぞって、まあ思いますよね、それはね。でもまあ僕は基本的な路線とか、そういうふうなものは別に、だからね、アレンジャーだったりベーシストだったりするんで、基本的には僕が考えることではないんで、どっちかっていうとまあだから、あ、俺こういうの好きっていう感じ、なんか、です、正直なところ。はい。